ブライス・ダナーはアメリカ合衆国の女優。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身でペンシルベニアダッチの血を引く。夫はテレビプロデューサーのブルース・パルトロー。子供はアカデミー賞女優のグイネス・パルトローとテレビ、映画監督のジェイク・パルトロー。魅力的なハスキーボイスとブロンドヘアーを合わせ持ち、妻や母親といったような役柄を演じることが多い。女優、キャサリン・メイニッヒのおばでもある。 銀行幹部の娘として、ペンシルバニアに生まれる。ドイツ、英国、アイルランドの血を引く。ニューヨークのバード大学で演技を学ぶ。1965年に卒業し、舞台女優として、キャリアをスタート。1970年、バタフライは、フリーで、トニー賞の演劇部門で、助演女優賞を受賞。その後も、ビトレイヤルと、欲望という名の電車で、 主演女優賞候補に、ファリーズではミュージカル部門の主演女優賞の候補にもなっている。ブロードウェイでは他に、ザ・ミスターやフィラデルフィア物語などに出演している。私生活では1969年にテレビプロデューサーのブルース・パルトローと結婚。その後、1972年に娘のグウィネスが、1975年に息子のジェイクが生まれる。それに伴い、 ダナーは子育てに専念するため一時休業をしている。映画ではロバート・ディバル主演のパパや X ・ファイル・ザ・ムビー・ミート・ザ・ペア・レンツシリーズでロバート・デ・ニーロが演じる堅物男の妻役などが有名である。2003年に娘のグイィネス・パルトロー主演制作葬式のシルリアで親子共演をしている。それ以前にも1992年のテレビ映画 クルーエル・ダウトでも共演した。また、宮崎駿のアニメ映画、ハウルの動く城では、サリマニ役の英語版吹き替えを担当している。テレビでも活躍し、刑事、コロンボや、マッシュへのゲスト出演、1984年のテレビ映画、ヘレン・ケラーでは、アン・サリバン役を、二人は友達。ウィル・アンド・グレースでは、主人公・ウィルの母親役を、そして2004年より放送された。 ハフドクターは中年症候群でアルコール中毒気味の主人公の母親を演じ、プライムタイムエミー賞を受賞している。また、その一度目の受賞時は他に二つの番組でも同時に候補となった。このトリプル候補はエミー賞史上前例のない初の出来事である。ありがとうございます。